ながら TV テレビショッピング、イエーイ。さあこういう時こそ元気を出そうということでございまして、はい、まあね、はい、ライブキャンペーンに行けないんで、はい、今のこの期間はですね、はやぶさのお二人をテレビの前で応援していただこうと。よろしくお願いします。それね、やっぱり必要なアイテムがあると。はい、こちらです、どうぞ。じゃん、じゃん、おうちわでございます。小ボケをね、見えないし、うちわがハレーションしてるんですよ。どっちもダメでした。これがはやぶさの大判うちわで、あ、いいですね。はい、ちょっと大きいサイズになってまして、ね、うん、ステージで向けて振っていただいても非常に目立つ、ね、グッズになってまして、うん、これは酔わせて朝までのジャケット写真がプリントされております。なるほど、はい、これちょっとね、不安の方目線で聞きますけど、はい、ステージに立ってて歌ってる時、そのうちわを振ってくれると見えるもんですか？はい、めちゃくちゃ見えます。ちょっとこれは大変ですよ、はい、皆さん。それで大体、ね、熱狂的に応援してくださると、うん、熱くなってくると思うんで、うん、こういう風に仰いでいただくとマイナスイオンが感じられると思います。それは場所によるでしょ。そうだった。森林の中でやってる私たちも、それは森林の中でやっていただいて、はいはい、行ってみたかったです。はい、はい、これはいいですね。ハッピーなんかも出していただいてるんですけど、はい、ファンの方は自分でデコレーションされる方もいらっしゃるんですよね。これが楽しみなんですよ。世界で一つだけのやつを作りたいの。これに宝石をつけていただいたりして、うん、本当に可愛く仕上がると思いますので、はい、ヒカルちゃんの顔を中心に石で埋めていただきたい。すいません、ビカビカに鼻毛とか描かないでお願いします。それね、駅前のポスターのいたずらじゃないですか。目に画鋲とか刺す。やめてよそれ、はい、まあ、学校 の,案内板じゃない。そうですね。案内板じゃありません。いや、ぜひやるさで綺麗に、はいはい、よろしくお願いします。後ろひっくり返すと、はい、じゃん、はやぶさちょっとこう、ね、ネオンカラーで、はい、ここにグラスも歌のイメージで、あー、酔わせて朝までの、はい、ちょっとかわいく書いてありますね。この周りもやっぱり皆さんね、こっち向いてとかね、ピースしてとか、はい、うまいことやっちゃうんですよ ね、 いいですね。なるほど。モールとかつけたりね。あ、いいですね、うん、ふさふさっとこうさせていただいてもいいと思います。はい、はい、ぜひともこれよろしくお願いします。ところで心配なのはお二人、はい、お値段なんですが、あ、お値段です、ね、お安くできております。この度頑張りました。税込み1200円となっております。お茶しました。ちょうどいいです。ちょうどいい、ちょうどいいですか。2000円出して800円戻ってくるから、ちょうど帰りラーメン食べて帰ろう。はい、よかった。ちょうどいっぱい分で外で食べれ、ね、はい、まあこれはでも通販だね、長良、はい、本舗の方で買っていただくということで、それで帰れますからいいですね、はい、じゃあ最後お二人、ご覧の皆さんにメッセージをどうぞ。はい、うちわの他に各種まだまだグッズ取り揃えております。ながら本舗で取り寄せていただいて、ぜひとも応援していただければと思います。よろしくお願いします。また配信なので皆様に お目にかかれること楽しみにしております。体に気をつけてくださいね。